知覧特攻平和観音堂です。この時は式典の準備が行われていました。すぐ隣にありますのが知覧町護国神社です。その前に並ぶ石灯籠の中の一つが、あの有名な特攻の母、鳥浜トメさん奉納の石灯籠がありました。平和公園周辺の戦跡を巡ります。グラウンドの脇にありますこの建造物、当時の弾薬庫の跡です。側面にはこのように弾痕の跡が生々しく残されています。こちらは油脂庫といいまして、飛行機の油を貯蔵しておく場所でした。この油脂庫の側面にもこのようにえぐれた弾痕の跡が生々しく残されていました。この辺り一帯は知覧教育隊の関連施設が並び、学校として整備されていました。こちらのコンクリートの建造物、中を覗き込みますとすり鉢状になっています。こちらは当時の防火水槽の跡だそうです。そのすぐ目の前にありますのが給水塔です。ちょっと傾いているような印象がありました。とてもね、特徴的な形をしています。畑のね、隅にあるこのコンクリートの塀、こちらは知覧飛行場の正門の跡です。そしてしばらく進んだ場所にあります、この場所が特攻隊機の発進の地です。離陸した特攻機はまず正面に見えます開門岳方向を目指して飛び、故郷、家族への最後の別れを告げ、南の空へ飛んでいったそうです。